こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、小倉 G1 競輪祭、5日目、10レース決勝、準決勝の予想をお送りしたいと思います。準決勝はご覧のメンバー、えー、SQS 班から、清水が勝ち上がってまいりました。えー、SQ2 班も2人、沢木堀内いますね。えー、並びは、 西日本3人が結束です、えー。しかも清水、松浦、協力です。そこに、あの、地元、小倉のソーダがつけます。えー、鈴木、木暮の関東。山崎、佐々木の福島。福島結構勝ち上がってきましたね。今回の準決勝は。えー、11レースだったかな。小松崎、成田もいますし。 福島勢は検討した、えー、結構頑張ってます。えー、そして、えー、こちらが神奈川両社、堀内、松谷ですね。そんな中、ま、やっぱりここ力抜けてしまってるんじゃないかなと思って、えー、っとやっぱり準決勝ということもあり、清水は安全策を取るでしょうということで、えー、この、 そうだまでできるんじゃないかなと思いまして、この三人。というのは、えっと、ニシャターのボックスにしてるのは、実はですね、すんなり回った時には、園田が頭を取るケースもあるんじゃないかなと。まあ、仕掛け次第で、山崎とか、鈴木とか、えー、殺到してきますし、堀内と、 堀内も、まあ、し、タイミング次第では頑張るかもしれない。ということを考えて、結構、まあ、でも松浦出る必要はないと思うんですよね。まあ、ちょっと、あの、松浦が清水をわうと、ソーダの可能性があるんじゃないかなと思いまして、こちらを狙ってみました。一方、三連複になると、ちょっとソーダ逆に離れる危険性があるんで、そこでですね、 ちょっと2着まではしんどいかなと思いますが、えー、鈴木の番手の木暮れを、やっぱり縦の木でありますので押してみました。えー、並び見てみましょうっていうか、さっき説明しましたよね。えー、っと、3連単の支持率は松浦がやっぱり一番人気ですね。えー、清水、園田、木暮れと続きます。その次が松谷ですね。 三あ1レースですね、えー、2車単のオッズです、えー、やっぱり人気にはなってますよね松浦が軸7-2で3.0倍7-5突き抜けで5.2倍それから清水の残りの2-7だと9.0倍ですね えっと、その他が松浦を指す57だと32.2倍というとこですね。えー、2552は結構つきますね。七25で72.6倍、52だと126.2倍ですね。えー、3連服も見てきたんですが、えー、やっぱり2574.5倍、ントツでした。 えー、ちなみに2な、えー、127だと、えー、7倍でしたね、えー。準決勝戦ですが、せ戦績ですね、1着1着で、えー、一次予選、2連勝してる人はいません。まあ、正直、 どの辺、どの辺りも、そんな好調かなっていう選手はいないんですが、うーん、まあ、鈴木かな、まあ、ただ、優秀では、優秀、ダイヤモンドレースでは、あっさり、あっさりは結果だったんでね、 えっと、粘られたのが、粘ったのが松、松浦に粘られまして、そう。で、松浦は、あの、セリカインでセリカって2着だったんですが、鈴木は8着。ということで、あ、ちょっと、もうちょっと頑張るんかなと思ったんですけど、物足りない結果でしたよね。えー、し清水、バック取っているのが清水が2回。 堀内が1回と、えー、みんな結構少ないですね。前場所3日間と、まあ、松戸とはいえバック取ってた、ですが、松浦は。今回はやっぱ勝ちに徹するということで、バックを1回もまだ取ってないですね。というわけで、えー、予想ですが、まず誰が先行するのかってことですね。バック回数トップは、 えー、10回の松浦、2番目が9回の堀内ってことで、ホーム回数にいた関しては、11回の堀内がトップ、2番目が7回の鈴木、えー、以下、清水、松浦が並ぶ感じですか。バック回数6、6バック回数見ても、松浦、堀内に続くのが鈴木、清水っていうことで、やっぱりこの辺、 ただ、松浦は、あの、清水を番手なので、それはないって考えると、実質トップなのは、8番の堀内ってことになります。ただ、堀内逃げるかな一応、先輩の松谷を連れてはいるんですけど、そう、に、まくり主体なんで、そう、う逃げはない。逃げたらまくられるでしょうから、 そう大きく逃げることはないと思うんです。ままあ、松浦が番手から出るとかいう競争をするのであれば、まあ、思い切って逃げますけど、どうかなそんなに大逃げはしするかなっていう気はしますよね。なので、えー、っとし、清水としては、あの、清水を松浦もやっぱり特別、ここ、 優勝かかってますから、特に清水にとってはすごく、ここで弾みをつけたいんじゃないかなということで、えー、っと、清水がもう準決勝安全策ってことで、早めに叩いてしまうと思います。えー、堀内、堀内が出るところ、堀内が出るとこを叩いてしまうってことですね。 その時に鈴木もイン切る形で前々にいると思うんですよね。もしくはインを救うとか、あの、器用な動きがすごいできる選手ですから、恋にいるの鈴木じゃないかなと思うんで、まあ、松谷がどう出るかなんですけど、えー、最終的、バックは清水が先頭を回って、中段、その後ろに、えー、っと、まあ、松浦、そうだ、 鈴木で清水がかましになるとちょっとソーダが離れる危険性があるんじゃないかなそこで鈴木あたりがはまってる展開もあるんじゃないかなっていうことでもしくはまあえっ、ー、と鈴木最初からあのついていくっていう手もあるんですよね。 まあ、あの、東勢で、西日本勢を後ろに回すっていうのは、まあ、ないんじゃないかな、と思うんで、うん、まあ、力が抜けてますよね、西日本勢。一応、こんな感じで、えっと、そうだな、先ほど言いました通り、あの、流れ次第ではそうだな頭を考えないといけない。一方でそうだが離れた時に、 えっと、チャンスあるのは着暮れだろうってことで、えー、この目で、えー、行ってみました。う鈴木だったら着暮れ買わせるんじゃないかなと思います。はい。えー、以上。準決勝戦の予想でした。 えー、ぜひ、お気に入りましたらチャンネル登録、高評価お願いします。えー、チャンネル登録しし、えーと、すると登録済みとなりますが、登録済みのボタンの右側にベルをマークが出ます。えー、そちらを押していただくとお知らせ届きます。よろしければ押していただければ嬉しく思います、えー。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。 この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さあ、果たして準決勝、決勝に残るのは誰になるんでしょうか西日本勢に対抗はできるかご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。